おいす、こんにちは、アムリです。今回はチェーンソーマンコラボの全体のティアリストをね、作っていくのと、あとね、各キャラの各放送のね、解説、マーベルの時もやりましたけども、やっていこうかなと思います。まあ、マーベルに比べるとだいぶキャラ数が少ないので、まあ、やりやすい。かなと思いますね。はい、ということでね、じゃあ行きましょう。あくまでね、個人的な意見にはなりますので、まあ一意見として参考にする程度でお願いしますと、行きましょう。順は不動ですね。あとあれですね、1体しか確保できないキャラクターもいますので、その辺はご了承ください。まずパワーちゃん2400円だったかな、確定キャラクターとなっております。まあ本体性能26体のヘイスト変身でかなり良いですね。変身後は火力が出る、第三属性も火の吸収無効枠っていう感じになっております。まあ結構いいキャラクターですね。全然今後とも使えそうな感じだと思います。上限解放60億にもなりますので、まあ副属性火にする武器とかもつけてあげれば、火単色パでも最大の180億を出していけるんじゃないかみたいな感情戦になっており、まあ今後の攻略でも便利な活躍がありそう。リーダースキルもね、1.1 倍激減で4加3で火をつなげると系なので、まあ火をつなげる系、無効貫通の編成が今後何か火で流行ってくれば、普通にリーダーやフレンドの運用もあり得るでしょう。本体としても1体を持っておきたいキャラですね、といった感じです。で、武器に関しては、スキブ2個のダンボというね、初のポジションを獲得しております。まあスキル内容は別にそこまで強いわけではないんですけども、覚醒目当てで周回の方でダンジョンでね、便利な活躍があるんじゃないかなと思います。まあこれはね、引けたら引けた分取っておきたいが理想ですね。だからもう理想を追求してしまうと、本当にまあダンボ全部盛ることはないかもしれないけど、まあもしかしたら6使うかもしれないよねとかあるので、まあ確定購入なので、ちょっと無理な深追いは危険っていうというところ、まあ、難しいよねっていう話で、まあ現実的には1っていう感じになると思います。はい。ただまあ武器含めて確保するんなら武器3ぐらい欲しくて、まあ4ぐらい持っておいてもいいんじゃないかなみたいな感じですけど、まあ一旦これはまあ A プラスっていうところに入れておこうかなと思うんですけど、まあ1から引けた分だけ残しましょうが理想だと思います。それはい、めちゃくちゃ本当に出て、もうなんなら8体ぐらいパワーちゃんいますよって、まあいないと思いますけど、そんな方ね、もうそんな方はもう確保数なんて全キャラ全部いっぱい持ってるんでしょうみたいな、もしくは1体ですごい沼ったんかなみたいな感じですけど、まあそんな人はまあ基本的にはパーティー全部につけれる武器だけもう持ってれば何の文句もないし不自由ないと思います。そんなに使うこともないと思いますけど、何の不安もないと思います。まあ1から引けただけって感じですかね。はい、そんな感じになっております。はい、続いてポチターですけども、スキブは2個で上限解放ないのでこのまま止まります。耐性が毒以外あるのが非常に優秀ですね。無効貫通は4つで、まあ火力としては正直中途半端かなと。で、スキルは5ターンで覚醒無効とか回復しながらの HP 回復と、あとは操作時間上げてくれますよっていう性能になっておりまして、まあ入ろうと思えば編成にも入ってこれるかなみたいな感じになっております。キティちゃんとかもなんか同じような感じでしたよね。で、76リーダーで経験値上げてくれるので、場合によってはまあ強いかもしれないけど、まあ 1.5 倍なんでね、言ってもね。まあ他のキャラクター 1.8 倍とかサレーネ持ってますよとか、戦争マンじゃないわ。スパイファミリーの誰だったっけ、名前忘れた。スパイファミリーの火属性のなんとかシャウトみたいなやついるじゃないですか。まああの辺持ってる方はもうそれでいいよねっていう話にもなると思いますけど、まあ76だからこそ輝くこともあるかもしれないですね。はい。まあ一体電磁ね、もし引けました、買いましたよって方はね、ぜひ確保しておきましょうと。で、武器に関してはスキブ3つです。で、スキル使用時にアシストが消滅して、76にして強化ドロップ目覚め3ターン継続って感じです。スキブ3つ武器は今が何個目、2個目か3個目かだと思うんですけども、はい、2個目ですね。ルカ&ミツキというね、まあフェス限の武器と一応並ぶような感じにはなってきてます。まあスキルも結構似てますね。76にするしって感じでね。はい、まあそんな感じなので、まあ無課金で手に入るキャラというとちょっと怪しい部類にはなるんですけども、まあデンジ君を買えば、一応ね、確定で買えるんで確実に入手することはできると。どうしてもスキル3つ武器が欲しい場合は3600円払ってね、みたいな、まあ、感じかなと思いますね。まあ、スキル3つっていうところで現状ですね。まだ数も少ない。これから出てくると思いますけど、現状で言うとまあまあ評価を上げれるのかなといった感じの性能になっております。はい。まあ A プラス後ろぐらいに来る予定ではいますね。次行きましょう。次、続いて、デンジ君ですね。デンジ君は、バインドスキル3つ封印のボイスで変身で、リダチェン変身なので、まあ、76運用してあげるのが強いかなって感じです。変身後は無効貫通火力高くて、3ターンスキルでダメージ上限値80億からの HP35% 回復です。で、ロック解除からの火闇を9個ずつ生成ですね。一応3枚でループしますけど、
まあ、いつ買うかって言ったらね、正直現実的にまず3体確保がむちゃくちゃなところもあるので、しかもそんな強いかって言われたらね、まあ別になんすよね、言ってしまうと。最近で言うとスパイダーマン&ベノムが出たじゃないですか。あれ3枚ループの方が正直ぶっちゃけ強いかな、みたいな。回復消したりするし、闇火消しながら闇火作るから、なんか個数も安定しないというか、なんかね、闇が例えば盤面に9個あったからといって、じゃあ18個になるのかって言ったらそんなこともなくて、まあ15個ぐらいになっちゃうみたいな。まあそんな感じなので、って感じですね。なんかトゲとかには弱いなと。敵の攻撃を受けて、ただ HP を回復するだけであれば、まあ耐久が延できてとかあるんですけど、結局無効貫通組むからぐるぐる動かすんですよね。2列さ、ずらすだけならいいんですけど、三坂美琴みたいに。無効貫通でぐるぐる動かすじゃないですか。だからトゲがあるとね、どうしても食らうんですよね、ダメージを。じゃあ 35% でそれこと足りて回復するんですかって言われたら、まあ難しくて。ね、回復ドロップも欲しくなっちゃうみたいな感じになっちゃうんで、まあ正直なんか微妙な感じですね。リーダースキルは 1.2 倍激減で、まあまあいいと思います。強いと思います。リーダースキルは強いんですけどね。はい。まあそんな感じ。リーダー運用としては強いけど、まあ電磁ループをいざ使うかって言われたら、今後の環境下でトゲがないダンジョンだったら、まあみたいな感じですね。はい。まあ、かといって、まあ引けたらね、3枚取っとっていいと思いますよ。引けたんだったらって感じです。ただまあ、現実的には1体確保ってなってくると思いますので、まあ、1体。でいいんじゃないかなと思いますね。はい、武器はね結構強いです。スキブの無効貫通、闇ドロ鏡、火ドロ鏡プラスで、4つずつあります。あ、2つプラスで言うと2つずつかで、さらに悪魔キラーも持ってて14ターンの3ターンチェーンとダブル吸収無効なんですよね。8かさもまあおまけであるんですけども、はいって感じになっておりまして、武器は非常に強いですね。これはね使いどころ、悪魔キラーがうまくさせる、まあ強調とかね、あの辺で使えてくる可能性が十分ありえますので、まあ武器として持っておくっていうのもありかなと思います。はい、まあ、電磁本体よりね、なんだったら武器の方がいいんじゃねえかみたいな感じですけどね。なのでまあ A プラスの正直前かな、なんか S まで入れる必要あるか微妙なラインなんですよね、これが。って感じになっております。はい、まあ、そんな、あ、そういえば今日はあれですね、ベスト5に発表したキャラクターとかはちょっとあんまり、いつもだったらスキップするんですけど、今回はちょっと事細かに説明してますね。はい。まあ、キャラ数も少ないんでね、全部言っていこうかなって思ってます。まあ、そんな感じになっております。まあ、デンジ君は正直本体よりも武器がいいかなと現状は思ったりしてます。はい。まあ、一応確保数は1にしておきますけども、まあ、引けたんならもちろん本体3、武器1の4確保とかでいいと思いますけど、まあ、さすがにむちゃくちゃなので、まあ、1ってしときますね。はい。そんな感じになっております。続いて、電磁&パワーちゃんですね。これも、ダンジョン報酬で1体しか手に入らないキャラクターになってますが、まあ、パワーちゃんをダンジョン殺し屋でね、リーダーにすれば手に入るよといった感じです。なので、これ欲しい方はね、パワー変えよみたいな感じですね。はい。だから変える奴らは確実に手に入るけど、1体だよみたいな感じですね。うん。で、性能はね、結構良くて、バインドあってスキブ6個。まあ、超覚醒にさらに2個あるんですけど、7強と無効貫通持ってて火力もまあ出るんですよね。で、スキル内容が5ターンで2ターンの間回復と火、闇属性の攻撃力アップと2ターンの間6コンボ加算と全ドロップ強化ですね。これがね、電磁君の編成と相性がいいんですよね。電磁君編成とかスパイダーマン&ベノムの編成と相性がいいと。裏強調とか行くときに、ボス階層13コンボ以下吸収やってくるじゃないですか。あそこがね、ちょっと13コンボきついよっていう、特に電磁編成とかね、あるんすよね。スパイダーマン&ベノムとかだったら、まだスパイダーマン&ベノムも、まあ、リーダースキル、リーダーで使うんかな？フェニックスジングレイと、ウィッチ、スカーレットウィッチで使うかもしれないですけど、あの辺だったら、まあ、コンボ加算多い編成になると思うんですけど、スパイダーマン&ベノムとかも2加算だし、あと、電磁君は追撃だしっていうことで、コンボ加算がね、どうしても少ないってなって、13コンボ超えるのがね、76でもきついよっていうね、無効貫通も組むから。ってなった時に、この6加算がね、非常に役立つんですよね。で、スパイダーマン&ベノムって、回復力と操作時間を、上げるだけで、攻撃力とかはね、あげないんですよね。まあ、スカレットウィッチがあげてくれるんですけど、まあ、だからその辺のデバフをね、対策するのにも強いのと、あと76だから、電磁君のリザチェンにも強い。相性いいよねと。で、スキブも稼いでくれる。めちゃくちゃ優秀だと思います。で、武器に関しても、7強のチーム回復4つでね、なかなかいいですよね。チーム回復4つ武器って、まあ、そこまでまだ多くないかなと。12ターンで2ターンの間 HP 全回復と覚醒無効回復してくれます。はい。で、ちなみに行きましょう。チーム回復4つ武器を見ていこうかなと思うんですけども、
こんな感じですね。非属性としては2枚目。まあ、バレリア2ターンヘイストでいいですよね、っていう。もうこんだけですね、5種類しかないですね。はい。まあ、その中でもしかも7強も持つっていうところで、まあ、火力も上げてくれるので、なかなか優秀かなと思いますね。まあ、パワー買いましたとか言い方は絶対忘れないようにね、パワー引けた方は絶対取っておきましょうって感じかな。このキャラクターはね、非常に強いと思いました。うん、いいと思う。はい、そんな感じでございます。スパイダーマンのベノム使ってる方も欲しくなっちゃうんじゃないかな。で、次行きましょうか。はい。次が荒井弘和です。7強で火力出しますよ。超覚醒こんな感じですね。まあ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 、十字でさらに火力もろもろしたけど、多宿でガードブレにしてもいいかもしれない。で、7ターンで、2ターンダメージ吸収で属性吸収の無効化。回復力とリーダースケットエンハンスを2倍やってくれますので、まあリーダーフレのデバフに返していきますけど、まあ正直そこまで強いスキルは持ってないかなって感じ。本体で活躍するケース、まあもしかしたらあるかも。綺麗にこうリーダースケットエンハンスがハマればあるかもしれないけども、現状そこまで役割はないかなみたいな、幅広く活躍することはなさそうかなと思ったりはしてます。リーダースキルは 4.4 倍のバランスタイプ縛りで参加さん、まあそこまですごい強いわけではないかなと。武器に関してはいいですね。チーム HP3 つの、木と水泥鏡プラスで1個ずつあって、指プラですね。で、ダメージ無効のスキルもありますので、スキルも強めですね。武器としてね、2枚ぐらい持っておいていいんじゃないかなと僕は思います。まあ1枚で使うと思いますよ。基本的に使うのは多分1枚編成になってくると思いますけど、まあ念のための2枚かなっていう感じ。まあ本体ももしかしたら活躍するかもしれないので、まあ一応3体ですかね。まあ2から3って感じですかね。武器1本体1ずつでもいいですけど、武器は2持っておきたい気持ちがあるかなと思うので、まあ一応2、3みたいな感じにしておこうかなと思います。はい。まあ、A でいいかな。まあまあまあって感じ。まあまあな武器がいいです。はい。そんな感じです。はい、続いて、コウモリの悪魔です。特徴としては、L10、T 字、超覚醒含め、を一人で持ってますよーっていうところが特徴的かな。こんな感じです。L10、T 字を素で持ってる変身じゃないキャラクターってなったら、もう3体くらいしかいないですね。黄昏はまあ変身なので。はい、まあバルフレアはちょっと武器ですけど、っていう感じですね。アシスト無効ランダンとか来たら加点で強いかもしんないですね。スキルはね、一応4ターンでループはしますよと。十字消しと T 字消しで冬含めれば、6400倍ぐらい火力が出ます。時強化含めればまあ3万倍超えますよみたいな。まあ、なかなか現実的には難しいかもしんないけど、まあ一応そういうこともできますよぐらいな感じですね。はい。まあ、十字消し組むだけでも、まあ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 、みたいな感じですけどね。はい。まあ、不安な方は、4枚一応母体で残しておくぐらいでいいと思います。スキル上げまではしなくていいと思う。本当に、なんかもうめっちゃ遊びたい。もうコウモリの悪魔大好き。もうめっちゃ遊びたい。このキャラでっていう方は、まあ4体スキルマンにしてください。頑張ってって感じですね。武器に関しては、悪魔タイプ不要の、キー服属性不要の、キドロップ強化プラスと、キコンボ強化で、なんか面白いスキルでですね、盤面を全部ロックして、ロック目覚めしますよって感じになっておりまして、まあもしかしたらなんか使われる場面あるかもしれないんで1残しておきましょうぐらいかな。だから武器含め1の、本体は一応母体で4確保でいいと思います。まあ多分使うことはあんまりないし、まあ使うとしても本当ランタン加点とかの一体編成とかだとは思うんですけど、念のための4ですね。保険かけて4って感じですかね。まあ個人的にそこまで評価は高くは見積もってないかなって感じ。まあもう使う場面があったらいいかなみたいな。はい。そんな感じです。次行きましょう。サメの魔人ですね。バインドスキル4つ、水烈鏡が6個、蝶つなげが2個の枝豆のボイス付きです。小学生こんな感じですね。7強でさらに火力盛ることもできたり、スキル6持ちにもできます。スキルは5ターンで、進化付きじゃねば、あと条件スキルで、水が12個以上ですね、盤面にあると、2ターンの間ダブル吸収無効と水属性の語彙力5倍ですね。結構強いよね。5倍エンハンス。なんでまあ、水を蝶つなげしていくような周回編成、76の三枝さんとか、あとはノルザキティとか、まああの辺が相性はいいのかなって感じですね。吸収無効枠として、まあ周回とか、まあワンチャン攻略方面でも、蝶つなぎが流行れば出番があってもおかしくはないかもしれないですね、というキャラです。リーダースキルも 1.1 倍激減持ってますし、まあ使えそうなスペックはもらってるのかなと。今後の環境によってはリーダーとしてワンチャン出番があったりするんじゃないかなって感じです。で、武器に関しては結構強いですね。悪魔タイプ用のチーム HP2 個で、ヒドロ鏡、まあ回復ドロ鏡もないですけど、以外の4色ドロ鏡がプラスで2ターンヘイストですね。まあ言ったらあのハロウィンのパイモンみたいな。感じの使い方ができますよと。パイも引けなかった方にとっては結構いい代用になってくれるんじゃないかな。場合によってはね、こちら2ターンヘイストでスキルも軽いので、まあ、3ターンヘイスト不要な編成ではこっちの方がいいよとかあったりするんじゃないかなとは思って
ておりますと言った感じで、まあ武器として一体は欲しいよねって、で本体で使う可能性もあるので、まあ武器本体でいちいち確保がいいんじゃないかなと思いますね。うん、まあ武器ね、まあ今は1でいいと思いますけどね、今後の環境によってドロップ強化が4つぐらい欲しい環境になったら、まあ2つぐらい欲しいかもしれないけど、現状はまあ11の2体確保でいいんじゃないかなと思っております。はい、次行きましょう。はい、続いてデンジ&アキくんですね。フェズゲンとかで交換できるようなキャラクターになっております。バインドスキルプラスの封印、チーム HP3 つの超つなげ2個で、さらに直角線にもチーム HP 強化あったりしますよと。で、スキル内容が5ターンスキルで、覚醒無効とか回復と火属性に敵を変えることができて、結構ね、使えそうなスキル持ち、特に周回方面。リーダースキルが76リーダーで、水か闇をつなげると出会って、特にマージョリー移動とかね、引けてない方は絶対持っておいてほしいなって感じになってるんですけども、三枝さん3枚引けてる方はですね、かなり役立つんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、取っておいてほしいかなっていう性能です。特に三枝さんだったら水編成になるから、その辺を敵の火属性にね、敵を変えてくれるので、得意属性に変えるんですね。これがね、かなり役立つかなっていう感じになっておりますので、ぜひですね、取っていただければなと思います。マージョリード持ってる方も、無効貫通と、まあ、属性変化の覚醒無効解除で役割がまた違ってくるので、ぜひ持っておいてください。武器に関しては、毒の加護10強雲で、まあ、ダブル吸収無効3段継続とかあるんですけども、正直、まあ、そこまで、強さは見出してないかなみたいな、ちょっと尖ってますしね。うん、まあもしかしたら毒の加護が生きるところあるかもしれないけども、まあ現状はね、本体性能がかなり活躍できるところがあるんじゃないかなと思います。今後もね、闇のあの中央列生成で3ターンのやつとか出るかもしれないので、必ずですね、その辺も踏まえて、ちょっと1枚はね、取っておいてください。アキくんリーダーでコロシアムクリアすれば手に入るので、まあ、アキくん引けたよって方はね、まあ、実質無料でね、手に入るかもしれないですね。アキくん引けなかった方はフェスゲンで頑張って交換しましょうって感じかな。これはね、俺、デンジ&パワーよりもちょっと大事かもしれない。それぐらい優秀です、このキャラクター。はい、次行きましょう。続いて、岸辺さんですね。バインドスキルプラス、封印指プラ、10強4つボイスあって、超学生こんな感じです。10強5つ目があります。火力は10強5つで、まあ高いですね。スキル3ターンで操作時間延長がループします。回復力と全エンハンスは、まあ、1.5 倍を1ターンやってくれますよ。で、あとはロック解除しますよって感じなんで、1体でね、操作時間延長できるので、ルーレットループだけしますよっていう見かけみたいなキャラクターとの相性がいいかなって思います。リーダースキルはですね、バランスタイプ縛りありまして、2.3 倍半減で、まあまあまあ、4.6 倍だから、ね、実質 HP、耐久力は高いかな。4加算もあるし、うん、まあ悪くないですよね。普通にバランスタイプっていう縛り、まあ今回ね、なんかちょこちょこバランスタイプ縛りいますけど、まあその辺との相性はいいかなっていう感じですかね。武器に関しては7強チーム HP2 個のガードブレで、3ターンヘイストの強化目覚め5ターン継続です。まあ7強かって感じですね。なんかもう一歩行けてもよかったかもしんないかなっていう今の環境だったら、まあガードブレイクが綺麗に輝けばかもしんないけど、まあ武器は一応持っておきたいかなぐらいだと思いますね。どうしても持っておきたいほどじゃないのかなといった感じ。本体はまあ別にどうしても持っておきたいほどではないけども、まあ引けたんだったらまあ11の2体確保しておきたいかなみたいな感じの性能だと思います。はい、まあそうですね、A ぐらいでいいかなとは思っておりますけどねって感じかな。うん、まあ操作時間延長ループでもありますので、まあもしかしたら使える場面はあるかなみたいな感じです。はい、次行きましょう。コベニちゃんですね。コベニちゃんバインドスキルプラス封印の操作か7強プラで火力出します。無効貫通もできますよと。で、スキル5ターンで覚醒無効とかもろもろ回復の76にしますよっていう感じですね。ファスカみたいな、クリスマスファスカ的な役割しますね。で、HP 3.3 倍軽減、まあリーダースキルはまあ言うてかなと。で、武器に関しては4色悪魔キラー、泥強あってのスキブですね。あと無効貫通とか属性吸収無効とかあります。覚醒強いですね。多色で悪魔キラー持ち、うん、こういうのがうまく刺されば、多色でなんかね、まあ、多色で周回するってなかなかないかもしんないけどね、まあ、裏強調みたいなところをね、こう周回したいよみたいなところだと、まあ結構綺麗に刺さるかなと思います。意外とこの武器を2枚使ったり、火力が本当に欲しい性能であれば、意外と武器を2枚使ったりする編成もあったりするかもしれないんで、武器2とかね、確保しておいた方がいいかもしんない。念のためね、本体は1でいいと思いますので、まあ、2、3でいいと思いますね。2から3体ぐらいの確保がいいんじゃないかなと思います。ちなみに覚醒無効とか回復しながら盤面変更するよっていうキャラクターをちょっと見ておこうかな。もうクリスマスファスカぐらいしか思いつかないんですけども。誰だ君は。誰だ君。
なんでこんなやつが出てきた？あ、HP 間違えたわ。覚醒無効と消せないドロップ。はい。まあ、武器がちょっとこちょこ出ますが、本体はファスカ、あ、ラビリルがいるか。そうか。光属性ばっかり。ファスカ、ラビリル、コベニ。はい。ということで、まあ、火、水、木ときたんでね。あ、次は光、光ですかね。はい。まあ、そんな感じになっております。うん。まあ、スキルが意外と悪くはないのかなみたいな感じなので、ちょっと前の方に置いちゃおうかなって感じですね。意外といいっすよね、このスキルね。まあ、クリスマスファスカはね、自身が76リーダーなのが強すぎるんですけどね。はい。まあ、コベニちゃん結構いいスキル持ってますよと思ってもらっていいんじゃないかなと思いました。まあ、A プラス。まあ、いいかな。はい。まあ、そんな感じです。続いていきましょう。はい。続いて、デンジ&マキマですね。こちらも交換所にいるキャラクターです。バインドスキルプラス封印の毒寒風ガードブレイクで4色がプラスで3つあって、小学生は十字 TJ あってスキルプラスありますよ。まあ、T 字消し決めたら7300倍とか出ますかね。まあ、高い火力が出ていけるかなと思います。5ターンスキルが結構良くて、5ターンでバランスタイプエンハループと、軽減もループしてくれますんで、まあ、ラビリル的な役割をね、非変身でやってのけますよと。しかも、独体性持ち。すごい役割が被ってる。はい。まあ、ラビリルはね、5色攻撃強化の数に応じてどうのこうのなんで、まあ、また違うんですけども、確かそうだったよね。確かそうだったよな。ちょっと待ってよ。本家ラビリルを忘れそうなので、はい。チーム内の5色攻撃強化の数に応じてですよね。はい、OK です。そんな感じになっております。で、まあ、バランスタイプ縛りなんでね、バランスタイプが綺麗にはまるような多色、まあ、ラフィーネみたいな。ラフィーネキティ使いますみたいな編成では相性いいかもしれないですね。で、76リーダーでもありますので、まあ、その辺リダチェンの編成でも強いかなっていった感じですね。スキルまあ悪くないんで欲しいですよね。で、武器はスキブ無効貫通の自動回復プラスが3つ。無効貫だけ組んでずらすみたいな、まあ、ストリートファイターの竜みたいな、闇の竜みたいな感じですね。あれで、回復は自力で組まずに自動回復でどうにかしますよ、みたいな編成があったら、まあ、より相性はいいのかな。あとは、まあ、デンジ君の自動回復力をさらに上げていくとか、まあ、ああいうところでも強いかもしれないですね。20ターンで、2ターンダメージ無効と99ターン回復ドロップが少し落ちやすくなりますよ、って感じになっております。はい。まあ、武器は、そうっすね。まあ、本体1。本体1。武器はなぁ、難しいね。まあ、持っておけりゃ持っておきたいかなぐらいなんで、まあ、一応1っすかね。1、1の2でいいと思いますね。欲を言えば、まあ、武器2でもね、2使うんかなみたいな。本当に2使うかみたいな感じなんで、まあ、1、1でいいと思いますね。交換の弾もちょっと大変になってくると思いますので、まあ、1、1の2確保ぐらいでいいかもしんないですけども。まあ、ただ本体の1で個人的にはいいかなと思っております。取れるんだったら、まあ、2体確保ぐらいでいいんじゃないかな。まあ、それぐらいの気持ちでいいと思いますね。ガチャから出てくりゃ話違うんですけどね。交換か本当に、ダンジョン報酬か、マキマさんリーダーで言ったらいいんか。ぐらいでしか手に入らないので、まあ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 、まあ、2。はい。1から2って感じでいきましょうか。そんな感じでございます。評価としては、まあ、軽減ループが強いよねって感じですけど、バランスタイプのエンハンスがどこまで綺麗にはまるかなっていう感じだと思いますんで、まあ、アキ君&デンジがやっぱこの中だったら一番個人的にはいいかなと思いますね。はい、次行きましょうか。天使の悪魔ですね。これ強いよね。スキブが最大6。まあ、光コンボ強化プラスもあったりするけど。で、浮遊持ちの10強3つ持ちで、ま、火力も出ますし、5ターンで HP5% 敵減少させの、ルーレット高速ループからの操作、76番目ですね。って感じです。キャプテンマーベルとの相性がいいですね。キャプテンマーベルが操作時間そもそも延長ループしてくれるんで、まあ、ルーレットを作られても全然いいよねって感じですよね。で、光の2コンボでダメージ激減4加算で3コンボで33倍からの光属性回復力4倍で、これもまたマーベルとの相性がいいといった感じですんで、普通にリーダー運用ありですね。なんなら76運用できるし、みたいな感じになっておりますので、まあ、天使の悪魔は、ちょっとこれは引いておきたいキャラクターになってくるかな。今後の光場の周回編、周回じゃないわ。光場の攻略系の編成で役立つ可能性全然あり得る。で、武器もね、いいんすよ、これ。
悪魔隊 V を回復泥鏡のチーム HP にこの無効化の4ターン中の 30% グラビティ。いいよね。グラビティは一旦置いといて、4ターン中にできる無効化のチーム HP2 個武器っていうところでかなり評価はあるかなって思いますね。まあ、回復泥鏡もおまけでつきますけどね。武器も1確保しておきたいですね。複数は別にいいかなって思いますので、まあ、本体1武器1の2体確保。まあ、最低でも本体1はね、これ持っておきたいなっていう性能だと思います。結構当たりのぶりだと思ってるので、今回はね、結構評価高めに置いてますね。はい、そんな感じになっております。続いて、マキマさん行きましょう。マキマさんは3色で火力出しますよ。で、聴覚性に5色あるので、まあ、5色の組める編成ならより強いかなと。で、3ターンでドロリフの無効貫通ですね。意外と少ない。ドロリフ無効貫通。1ターン継続。はい。まあ、2ターン継続の5ターンスキルとかはなんか言ったような感じですけども、はい。なんかまあ、名前も見たような気がするんですけどね。一回マキマさんを初見で見た時にも、こんなことをやったような気がするんですけども、盤面変換のドロリフっていうのを含めます。はい。こんな感じですね。一旦継続のキャラクターはね、そう、マキマさんしかいないんですよね。これまた珍しいって感じですね。はい。まあ一旦でいいよっていうところでは強いのと、軽くっていけるのがいいですね。ドロリフとしても対応していけるんでね。リーダースキルは青天井です。4色より 77% 軽減の28倍のドロップ消すために 1.1 倍上昇で固定50万ダメージです。まあ超重力でも結構倍率を上げていけるかな。盤面76で使ってあげたら強そう。で、武器はね、毒漢方、邪魔漢方、チーム HP の光闇の泥鏡がちっこいのが1個あって2ターン閉鎖ですね。盤面も76にしますよと。まあ耐性埋めながら HP も埋めて、泥鏡もまあ気持ち埋めて、さらに閉鎖なんで、武器としての使い道もあるかなと思います。本体は基本的に入るとしたら編成には1だと思いますけどね。本体1、武器1の2確保でいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、もしかしたら本体が2体入ってくるよみたいなケースもあるかもしれないんで、まあ、2、3体ってしておこうかなって思いますね。念のためにね。2ターン無効貫通連続でやりたいよっていう場面もね、あると思いますんでね。はい。まあ、そうっすね。マキマさん。まあ、このあたりかな。でもね、どうかな。マキマさんの性能ね。なんか、悪くはないんですけどねっていう。悪くはないんだけどもっていう性能なんですよね。なんか環境的にじゃあ使うのかって言われたら、なんか個人的に、ね、なんかこの辺な、このこいつらの方がね、まだなんかすごい扱いてーってなる場面がありそうな感じがあって、今の環境的に言うとちょっとマキマさんはそこまでなんか必須な感じがないというか、悪くはないんだけどみたいな。そこまでなんか魅力もないみたいな感じなのかなと思っちゃいましたね。ちょっとなんか本家の性能、本家の強さに比べるともうちょっと強くしてもいいんじゃないとか思ったりするんですけどね。なんだろうな、このなんとも言えない感は。なんだろう、武器はまあ悪くはないかなって思ったりはするんですけどねっていう感じになっております。はい、続いて黒メダルキャラですね。黒メダルキャラの姫の先輩です。4色プラスで火力出していきますよ。回復泥鏡はね、プラスで2個持ちなので、まあ、お邪魔大戦とかも漏れて悪くないですね。5ターンスキルで、バランスタイプ1つにつき攻撃力、またバランスですね。攻撃力が上昇しますよ。こちらは軽減はせずに、エンハンスループだけやっていきます。で、スキル全色生成してくれます。操作時間12秒固定でバランスタイプ HP 4.5 倍と、4色以上で30倍の酸化酸固定1ダメージで自己完結できており、意外と悪くないかなって感じですね。はい。まあ、12秒固定。まあ、なんか絶妙な。まあ、65で使う分にはまあ秒数はいいけど、76で使うとちょっと短いかも、人によってはって感じですかね。はい。武器に関してはね、結構良くて、暗闇寒風チーム HP にこの、木と闇泥鏡プラスなんですよね。武器で一体持っておくっていうのが個人的にはいいのかなと思ったりしますね。ヘイスとかはないんですけどね。はい。まあ、木泥鏡とかね、意外と埋めにくい枠でもあったりするので、この辺が強いですね。本体はまあ、エンハンスループ。まあ、バランスタイプっていうのがどうかなってなっちゃうんで、やっぱり。その辺が綺麗にはまれば、もう本当にこの、姫の先輩編成とかを使うんだったら強いかもしんないけどね。多色、やっぱりそれこそラフィーネキティとかが強いかもしんないですね。4色だし。はい。ラフィーネキティも確か4色だし、4色でしたよね、と言った感じでございますけどね。はい、そんな感じですね。この辺との相性は非常に良さそうな気はしましたねって感じです。まあ個人的には武器で1持っておけばいいかなと思いますし、まあもしかしたら本体で使うかもしれないですけど、とりあえず1確保で
いいかなって思いますね。暗闇耐性武器がね、豊富にある方はまああんまりいらないかもしれないですけどね。特に暗闇耐性あんまり持ってないよみたいな方とかね、あのハロウィンソードとか交換しないよとか、まあそういう方はですね、持っておいた方がいいかなとは思いますね。まあ、A かなぁ。暗闇耐性武器結構いいんで、まあ、この、ここら辺かな、ここら辺かな、強さ的に言うと。って思いますね。まあなんかそこそこいいよねっていう性能だと思います。はい、なんかめちゃくちゃ、あ、これは持っておきたいねとまではなんかそこまでならないけど、まあなんか不安だから一応持っておきたいかなぐらいな性能に抑えられてるような気がしました。はい、続いて銃の悪魔の肉片。これはポチタのメダル周回したら手に入るよっていうキャラで、悪魔タイプ4の10強です。で、悪魔タイプエンハンス10倍、6ターン、はいって感じです。まあ1体しか確保できないんで確保数は1なんですけど、まあ10強武器なんで持っておこうねっていう、まあ別に評価は高くないですよ、評価は高くないんですけど、まあ10強武器で無課金で手に入るよっていう武器なので、まあ持っておこうねっていう感じかな。編成難易度とか下げるときには使えるかなっていう感じですね。10強武器豊富に持ってる方はマジでいらないと思いますけど、まあ10強武器の1として持っておこうっていう感じになっております。はい、続いていきましょう。アキくんですね。アキくんは、本体性能は変身で2列生成ですね。光と水の2列生成で周回で便利みたいな。まあ、火力はね、超つなげ2個の10強枝豆で、まあ、正直超重力に行こうと思うと、ちょっとなんか物足りないかなみたいな。10強入れて、まあ、みたいな感じ。それでもなおね、カンストするかみたいな。強調とかで使っても、正直カンストが怪しいかなって思ったりするんで、まあ武器とかあればって感じかな。武器含めてなんとかって感じかな。ミサカミコトとの相性も良くて、光ね、つなげて、光と列も作ってくれるので、その辺もいいですよね。無効貫通しながらで。まあだから1枚でも意外と役立つところはあるかもしんないです。僕が1しか引けてませんし。はい。武器はめちゃくちゃ強いです。トリプルキラーで、さらに 50% ね、これ最大 HP 加算なので、とどめが刺せるグラビティになっておりますんで、まあ武器としてですね、1持っておくっていうのは全然ありだし、まあ本体としても1でね、活躍する場面あるし、まあ、欲を言えば本体は3あると便利なところはもちろんあると思います。はい。なので、まあ1から4ですかね。本体3、武器1の1から4ぐらい持っておくと、まあ文句はないでしょう。って感じですね。僕が1なんでね、はい、もう僕がこれ以上取る気もあんまりないです。まあ一応ね、今回 S ランクにします。はい、このキャラクター代用が難しいので。で、続いていきましょう。ダンジョンボスですね。もみあげマンです。40ターンじゃねえわ、スキル上げてなかった。28ターンの、3ターン遅延変身ですね。変身後に関しては無効貫通が7個でね、すごいですね。無効貫通7個だって、無課金で。列強もなんか3つあるんですけど、3ターンで上限値50億からの闇急行生成、さらに第3属性まで闇もらえてるので最大150億。めちゃくちゃ強いです。今なんか、TwitterX のところで、まんじゅう表のね、周回編成とかがちらほらなんか投稿してる方を見ましたけども、まあ、それぐらい強いですよ。それぐらい超重力のところも周回レベルにするほどの性能を持ってます。リーダースキルも強いんですよね。闇を9個以上つなげて半減。15倍の固定500万。悪魔タイプの全バラメーター 2.3 倍です。すごいよね。全然ダンジョンさんの性能してないもん、これ。リーダースキルも強いし、スキルもまあ生成で便利だし、覚醒も火力、無効貫通ね、デンジ君でさえ6個なのに。サムライソードは7個と。なんか1個多いんですよね。すごく強いと思います。はい。本体は3枚でループするので、3体スキルマー作りましょう。で、武器に関しても良くて、無効貫通の攻撃強化が5個あって、さらに8ターンで正方形生成プラス2ターンダメージ吸収無効なんで、ランダム方面で1コンボ杯とか来たら綺麗にはまりそうな気はしますよね、と言った感じです。まあ、念のための武器2がいいかなと思っているので、本体3、武器2の5ですかね。はい。まあ、そんな感じがいいんじゃないかなと思っております。まあ、本体3をですね、まず育成頑張りましょうって感じですかね。はい。これね、A プラスに入れちゃっていいと思うんすよね。まあ、どうしようかな。もうちょい評価上げてもいいかもしれない。これはね、もみあげマン意外と評価上げちゃってもいいんじゃないかなって思ってて、こんぐらいいってもいいかもしんないですね、もみあげマンは意外と。これぐらい優秀だと思う。それぐらい強い。ダンジョンスもガチャゲンって言われても別に。別に信じるよみたいなぐらいの性能だと思います。はい。
で続いて、最後は沢渡茜&蛇の悪魔ですね。無効貫通は6個ですね。聴覚数はこんな感じです。で、3段スキルで落ち込んなしにするんだけど、ヒドロップと強化ドロップが落ちやすくなりますよ、ドロリフしますよと。なんか遊戯王コラボのなんだっけ、遊戯王コラボのあれと似てるなって感じるんですけど、とこれマジシャンオブラックカオス、無効貫通が6個の4ターンでドローリフからの、まあ、5加算ありますよって感じですね。うん。まあ、ちょっと似てるよね、役割がね。で、これは、これも落ちやすくなるだからね。目覚めの確率一緒だからね。はい。まあ、そんな感じですね。もしかしたら無効貫通編成でね、盤面対策として使えそうな場面はあるんじゃないかな。悪魔タイプ縛りあるリーダースキルはまあそこまで強くはないけども、火をつなげる系なので、まあ、蝶常系との相性もいいよって感じですね。なんか普通に攻略方面で、別に全然使えそうなスペックもらってるかなと思ったりはしました。武器に関しては、非附属不要のチーム HP の雲耐性持ちの2ターン遅延からの76ですね。まあ、盤面対策、縮小対策できますよっていう感じのスキルになっております。まあ、悪くはないかなと思います。本体1、武器1の、2確保でいいと思います。評価としては、まあ、A ランクかなと思いますね。まあ、このあたりかなと思っております。はい。以上かな。こんな感じかなと思いますね。はい。ということで、評価としては一応こんな感じにしてみました。もちろん人によってはね、キャラ、こいつはめっちゃ強いよっていうのもあったりするし、こいつはそうでもないよっていうのもね、あると思うんですけども、まあ一意見としてね、少しでも参考にしていただければなと思います。はい。ということでね、チェーンソーマンコラボ、無課金キャラ、意外ともみあげマンとかね、この沢渡も結構強かったりするので、この辺を確保してもらうのと、あとね、黒メダルキャラクターじゃねえわ、交換キャラクター、この辺もですね、必ずね、確保してほしいキャラクターもいますので、ぜひね、確保し忘れないようにしてください。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。